救助、普通は救助してるから発電機触るのが遅いんだ。救助しない人よりは。当たり前だけど。救助もしないのに発電機触るのが遅くて、っていう最悪な状態だよ、それ。発電機触ってる人は発電機触ってるけど、で、救助する人は発電機触れないじゃん、普通は。だから救助行ってんだろうなと思ってたら救助行ってないで、一番遅く発電機触る人。何考えてんだろうな。思いますよ。自分はアズイン回ってないからどっか行くと思うけど、やっぱ釣りたいやつ。これ捕まんないよ。自分はさ、電気回ってる方に行ったわ。うん、こんなしてねえんだろう。よっぽど地下になんか、何かに、ここの上が回っ、ここいないんだよ。まあ、音で判断しちゃうんだよ。だって、こうやって見るのがロスだから。回ってない、人がいない、いないに決まってんじゃん。普通は。こんなとこで何も回さないで待機してるやつ。我慢の時で、俺が無理やりここに来て、外れに伝わるのダメよ。回させるってことも意識しないと、人に。回してもらうやんか。すると、エリルのやつって回したか？サボリプレイヤー？今のままだと。お、触る！天民が見えるんだよ、この時に。みんなが触ってる状態を常に作る。手を離すな。こういうプレイヤーはダメなんだわ。エリルみたいなのが一段階ダメなんだわ、ワンランク。ワンランク、ダメなんだわ。レベル的な問題があるんだわ。だって、自分で考えてみて、釣られてる時に手を、あ、位置はわかんないけどね。位置が確実にわかんないけど、釣られてる時に手を離すやつ見た瞬間にイライラするわ。で、高速救助っていうのはやったかもしれない。高速早すぎなと思うわ。キラーがいる状態で、早い救助するやつの頭の中どうなってんの？発電機を回す時間が作れません。フックに吊るさせないようなプレイする暇があったら安定策取れ。発電機を回しながら余裕のある展開を作る。常に基本通りにプレイをしろ。忠実に。なんでいきなり助けん、やるんだよ。キャンプしたら発電機回しゃいいだろ。様子を見りゃいいじゃん。キラーの考えないだろ、キラーを見て。どう見て判断すればいいだけで。もうあれ、カニバルでキャンプだわ。やった。この人、崩壊してるよ。キャンプ。ここにいる。本当にダガのキャンプをやろう。まあ終わろう。ゲームをまずおもねえわ。こんなの戦ってる価値ねえだろ。ほんとレイス、ハントレス、このカニバル。最低だと思います。
ゲームプレイヤーとしてもう終わってると思います。ああ、もう終わりだから、もうプレイヤーとして最低だと思ってるから。もうプレイヤーじゃないと思ってる。ただの嵐だと思ってるから僕終わります。気持ちは悪すぎるんで。そしたら終わります。ハッチ狙いもしなくていいんで。ハッチ狙ったら俺勝っちゃうんで、つまんないんで。こんなつまんねえキラー戦うことが時間の無駄。もう一球行きましょうか。じゃあ、一応箱開けてみますか、ハッチ狙い。なんか俺狙われてねえし、まず。箱開けて火炎が出て、吸ってくれるかもしんないし。キャンパ、やる意味なし。全くもってやる意味なし。あ、キャンプだから反則負けですね。キラの嵐行為です。あ、過度な、過度な、ゲーム性を崩壊させる！フェアなゲームしていた場合、僕らが勝っていたのにもかかわらず、悪質なプレイでしょ？フェアにやってたら僕ら勝ってんですよ。いやー、こいつもやばそうやな、発電機マシーンのシェリル。第ゼロだな。あるとしたらもう流すしかないよ、これ、キッの勝利。半ばやる気ないけど半分ぐらいやっていくわ。エンミンが超ロングチェイスするかもしれない。これ見本。もう二人倒れてるから。落ちてる。早く終わってくれないし、こんな状況でもない。OK、早く終わらねえ、どうしようもねえやつやな、こいつ。もう8狙いも投げねえのか、こいつ、マジで。使えねえよな。発電機一番触るのが遅いし。お前なんか救うか？この状況でさ、終わってもくれないよ。さっさと終わってくれる優しさもないやつをどうやって救うんだよ、まず人がよ。説明しろ、まずよ。こんな状況で。どういう意地がかなり悪いプレイだぜ、こっち目線。早く終わってくれないっていう。
俺がこんな場所にいて救助無理だろうよ。早く終われって思ってんだろ、むしろ。カラスナつくんだぞ、こっちは。それでも終わんない。すぐもがけよ、早く刺すと。マジで態度が悪いよ、こっちからすれば。終わるゲームだろう、もうどうやって勝つんだよ、まず二人盤面でよ。早く終われよ、まず。よし、これが、これがヒルシャンデッドバルース。悪質キラーと悪質サバイバーに負けない。上流の女神は見てる。キャンプしかしない汚いキラー、サバイバーが4人目のためにやらない3人目、自己中心的に終わらないやつ、タッチ狙いをするためにアシストできない味方、間違ってる二人に私は言った。だから女神は微笑む。正しいプレイヤーに微笑む。ヒロちゃんがいれば、チームはやっぱり勝つ。あれはもうファインプレイよ、もう。フェンミンの救助捨てて。やるわけないじゃん、もちろん。あの一瞬で判断してフェンミンの救助捨てて、勝利のための道を選んだから。これがヒロちゃん。デッドバイのエース。デドバのエースは、やっぱりヒロちゃん。勝負の、あれがもうスーパーセンスの塊ね。毎回言ってるじゃん、俺。口ずっぱく言ってんじゃん。プレイステージ100にもなって、ハッチ戦でもがいてるやつ、もがかないやつってどこにいるんですかっていう。プレイステージ100なのに、ハッチ戦でもがいてくれないんですか。あの場面で救助しろと。そんなわけないですよね。うん。じゃあ私通報してもいいっすよね。かなり俺にとっては嫌がらせ行為なんで。プレイステージ100だったら普通は、ハッチ狙いなんだから、速攻終わらせますよね。うん。それができてないんだったらダメだと思いますよ、僕は。うん。やっぱりスーパースターの一瞬の判断。あれでフェミン救わなかった。チェリルが倒れたことによって。うん。あれが正しいんだわ。うん。もうハッチ狙いだから。助けない。うん。助けちゃダメ。うん。うん。勝って当たり前。あれがもう、